小倉南区の中央部に位置する横城校区。緑豊かな住宅街や田園風景が広がるこの場所には、さまざまな名所、旧跡があります。今回は校区内にある高倉八幡神社から東部の緑地にかけて名所、旧跡を巡ります。高倉八幡神社、横城南町の小山を背に位置し、隣には高倉保育園があります。西暦1200年頃に建立され、毎年秋には横城神楽や秋季大祭が行われます。さらに校区内には渡墨神社、六社神社があり、毎年高倉八幡神社と合わせて三社詣が行われています。横城校区を南北に貫く交通量の多い通り沿いに、金山遺跡を示す説明板があります。ここでは弥生時代の終わり頃から古墳時代の初め頃に築かれた矢板と杭で構成する大規模な遺跡が発見されました。この説明板の前に見える小高い台地上に、人々が住む村が形成されていたと考えられています。さらに右手の高速道路の下からは、同時代の住居跡が30軒近く見つかりました。金山遺跡の説明板からさらに山手へ向かうと見える小高い丘の上にある墓地の中には、孔子清吉の碑があります。これは親孝行者として小倉藩から表彰を受けた清吉を顕彰するため、明治時代に建てられたものです。この近所にお住まいの前田さんは清吉の子孫であり、前田さん宅には当時送られた書状が残っています。さらに山手、大きな通りが交わる T 字路のそばに上横城南側公園があります。この公園は横城校区によってさまざまな創意工夫がなされ、地域交流の場ともなるよう整備が進められています。そこから西側に見える山を登ると、その中腹には竹の観音があります。山城の土塁に囲まれた廓の大地に立っており、もともとは麓にありましたが、いつの頃かここに移ったと言われています。竹の観音がある小山の裏側、九州自動車道との間にひっそりとある小さな集落の中の一角に、薬師寺陰徳庵があります。陰徳庵は壇の浦の合戦の後、この地に隠れ住み亡くなった安徳天皇を祀ったことが始まりと言われています。ここでは毎年12月に言い伝えにちなんだしびきせ祭りが行われます。住宅街と田園地帯、そしてたくさんの緑に囲まれた横城校区、新旧さまざまな横城の風土を感じながら巡ってみてはいかがでしょうか。